ヘラルドは、トライアンフが製造、販売していた自動車である。スタンダード8と10の後継者として登場ヘラルドは、X 型のセパレートフレームにミケロッティデザインの、ボディを乗せ、2ドアサルーン、コンバーチブル、クーペ、バンそして、ステーションワゴンと、豊富なボディーバリエーションを誇った。エンジンはすべて水冷直列4気筒のオフで、排気量 948cc。 1147cc、1296cc 11 12の3種が設定され、組み合わせるギアボックスはフロアシフトの4足マニュアルのみであった。1950年代後半、モリスマイナー、フォードポピュラーそしてオースティン A35 などのライバルがひしめく中で、スタンダードトライアンフのサルーンレンジは見た目は地味だが、 刷新的であった小型4気筒 803cc と 948cc エンジンを搭載するスタンダード8と10がトライアンフの2シーター小型スポーツカーと並行して大きな成功を収めていた。そしてこの時期に次なるモデルとして登場したのがヘラルドであった。後継モデルは1965年登場の1300よび1970年登場のトレードである。ヘラルドは イギリス外のいくつかの国でも組み立てが行われた。セパレート車種をジグとしてコベントリーから組み立てキットとしても輸出された。1960年代スタンダードモーターカンパニーはヘラルドをインドのマドラスでもスタンダードヘラルドとして生産した。エンジンはベーシックの 948cc だが4ドアサルーンと5ドアエステートボディが追加された。 1971年にボディデザインに変更を加えるとともに社名をスタンダードゴゼルに変更。エンジンは変わりなかったがリアアクスルがヘラルドのスイングアームとは違っていた。ゴゼルの生産は1977年に終了した。ありがとうございます。